え、何これ、なんかグツグツ言うのはいいねんけど、おうおう、粘度が高すぎてグツグツでききれてない。24からだからね。なんか蓋があんねんけど、蓋、唐辛子の蓋があんねんけど。素晴らしい。これこそ本当の火山だよ。お疲れ様です。お疲れ様です。今日はね、はい、芝さんの財布を痛めようのコーナーということで、今日はね、はい、これです。寸豆腐、健康にいいからね。美容健康効果、スタミナ満点。おお、これで美容と健康に気をつけていこう。全然気をつけれてないやつが言うても意味ないで。今からということで、今日は何すんの。寸豆腐、うん、この寸豆腐をね、うん、辛さマックスが8なんやけど、うん、追加料金で、うん、なんぼでも足せるのよ。やめよそのコーナー。だから、うん、もう下調べしてるから、うん、行こう。ということで、今日行くのはカルビ火山さん、うん、はい。前回さ、芝さんが来た時に、うん、ちゃんと下調べしといたから痛めつけれるように。抜かりないな。おあるあるです。 YouTuber あるあるです。はい、ということで行きましょう。はい。あれ、人が来たからって言って普通に戻るのやめてもらえます。そのまま行ってくれやつ出てきたからね。そのまま行ってもらえます、ね、ちょっと照れがあるからそこは勘弁して。これ豚キムチ寸豆腐、うん、これね、うん、押すでしょ、うん、で176円でマックスにするでしょ、うん、これでね、うん、あと追加料金で、うん、現金で向こうで、うん、あと14から分、うん、200が足すから、うん、芝さんのお金を、うん、じゃあ、最後痛めていくから。そういうパターンか。とりあえずこの分は、うん、早く携帯出して。え、何？あ、そういうこと？早くタッチして、早くタッチして。よろしいですか。よろしい、あと現金ちょうだい。はい。あ、お金もいいね。いろいろ。またちょうだい、ちょうだい。お、え、貯金箱終わったこれ。小銭全部。行ってくる。ちょっと待って、柴さん、お水持ってきてくれたのはいいんやけど、うん、9割氷やね。いや、だからそれガリガリして口の中冷やせれるやろ。あ、そういうことね。ありがとうございます。熱々やから。ありがとうございます。はいはい、やけどするように。そうはいはい、やけどせんようにな。やけどするように。すいません、あざす。はいはい。すごい時点でよ。寸豆腐の24からです。え、何これ、なんかグツグツ言うのはいいねんけど、おうおう、粘度が高すぎてグツグツでききれてない。24からだからね。なんか蓋があんねんけど、蓋、唐辛子の蓋があんねんけど。素晴らしい。これこそ本当の火山だよ。ほんまやな、うんうん、カルビ入ってないけどな。おお。に、ご飯と。ご飯セットね。なるほど。ね、辛いのにはご飯いるから。辛いのにはご飯いる。うん、うん。なるほど。ということで、いただいていきます。はい。うん、申し訳ないんですけど、うん、ちょっとちっちゃいお箸なかったんで、うん、はい。あ、ちっちゃいスプーンがなかったからお箸でっていうことでね。お、そういうこと。そういうこと。で、テイスティングお願いしていいかな。はい。じゃあ、いただきます。うん、お野菜な。いただきます。あ、おや、はい、何、なんで止まってんのよ。お野菜の甘みが、ほんとに。何、足して正解。お野菜の中にね、来るんですよ。あ、奴らが、最初ね、うん、お、トロのキムチやとか思ってんのか。ほう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 。後から来るんですよ、やつらが。これ、やつらがね、うん、じゃあね、僕も、はい、これ、お、なんだろう、
もはや唐辛子が乗ってる何かわからねえ。それはやばい。それは唐辛子を食べてるんですし。うん、うん、うん。お、野菜がうまい。野菜やったね。うんうん、大丈夫大丈夫、これぐらい大丈夫。なんか痩せ我慢的な感じ。いや、これもうちょっとね、混ぜていくよ。はい、はい。あの、混ざってないけど、なんか唐辛子、なんかあの、いってる人みたい。食ってる人みたい。もう唐辛子ちゃんがスープを全部吸っちゃったね、これ。全然なんか液体感がなくなったわ。プリンになっちゃったね、これ。なんかあの、あれ、お豆腐におかかがついてるみたい。お、いいね、いいね。うん、赤いね。うんうんうん、ね、うん、おいしい。あのね、うん、これ、うん、多分、うん、食べに来たりしたい人は、うん、辛さ足りなくても、うん、8辛で我慢しましょう。なんで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 辛さは、うん、正直ね、うん、ちょっとがっかりすんねんけど、うん、やっぱりね、お店はよく考えられてる、うん、この8辛でちょうどこのスープも美味しくいただける量やと思うね、うん、足すとまさにもう見てこれ、見てわかるでしょ、スープないんだから、ほら唐辛子が全部。ご飯の上にかけてさ、美味しいんちゃう唐辛子丼。うん、そう、これ、こういうことね、うん、うん、おいしい。重いんや。うん、だ、おいしいけど、うん、一つ言えることは、うん、ご飯の上に直接この唐辛子をかけて、うん、食べてるだけ。ふりかけが一味に変わっただけ。なるほど、うんうん、うん、うん、あ、この食べ方がいいわ。発見した。うん、ご飯と一緒にこれね、うん、こうかけて、うん、あ、キムチがいい仕事してる。じゃ、恒例のココイチで言うと、なんから、これね、うん、多分10ないよ、ぶっちゃけて言うと。僕ね、食べた感じ多分8ぐらいかな。うん、それぐらい、うん、それぐらいな。うんうん、美味しい。多分店長さんがものすごく辛さ耐性がない。いや違うで、そうじゃない、そうじゃない、一般の人の意見やから。あ、そう、 あのあなたがね、あの飛び抜けてるだけやね。あ、出る杭はってやつね。いや別に打ちたくないけど。打っとけ、打っとけ、そこは打っとけ。ほんまにおーちゃんが異常なだけで、これは辛いわ。あと、あの、何より致命的なのは、うん、食べにくさは、あの、マックス。お、それ、ほんまに、食べにくさ、ほんまマックス。ココイチの辛さ8やけど、ココイチの8食べれる人もこれ食べられへんから。なんでかっていうと、サラサラ感が一個もない。あ、坊ちゃん、坊ちゃん、けど、救世主がおる。救世主。はい。この、唐辛子酢っていうのがある。あ、どれにかけろ。いや、どれでもちょっとかけたらいいんだけど、これにかけようか。うん、どう、酸味と辛いのコラボ意外と合うね。意外と合うね。意外と合うね。今度やってみて、みんな。いや、意外と合うよ。ほら、ちょっとさっぱりする。ちょっと待って、ごめんごめんごめん、さっぱりは分かったけど、うん、ここからのさっぱりが全然想像つかん。あ、そうやろ、うん、それが道の世界。ちょっと待って、汗がすごい、汗が、唐辛子取りすぎだ。辛さが足りない、うん、酢は、うん、さっぱりすることが分かった、うん、ここさ、チリペッパー、チリパウダーってあるね、これをちょっとかけてみよう、うん、これはどうしようか、ちょっと置いて、置いていける、うん、置いて、うん、何点か言いたいことあんねんけど、
あの元々がヤバすぎてもうわけわからん、かかってるかどうかもわからんレベルになったけど、かかってるな、ちょっとかかってるね、うん、どう、うん、あんまり変わらん正直あんまり変わらん、変わらん、うん、ごちそうさまでしたね、はいはいはい、ごちそうさまでした、はい、本日もありがとうございました。なんて分かりました、お疲れ様でした。